お疲れ様ですすっかり暑いですね。もう私も夏仕様でございます。全て衣替えすみまして。あいも終わってきてもう完全に夏仕様ですね。えー、というところで季節は巡るわけなんですけども、人生はどうでしょうか。春夏秋冬と,春夏秋冬と季節は巡るんですけども、この変化の中で、自自分自身は変化してるのかなと。今年の夏は海に山に出かけていったぞというふうな思い出を、今だったら作れるんですけども、 昨年はどううだったでしょうかねうんやっぱりね時間を手にするってのは人生を手にすることだと思うんですけどもその時間を手にしようと思ってもまずはね金がいっぱいなければその時間っていうのは自由に使えないと思うんですよ生活費を稼ぐために今日も明日も明後日も勤務しないといけないっていう実態がありますもんね、まあ、だからねこういったらねものすごくシンプルでしかも乱暴なんですけども金さえあれば時間すら買える っていうのはこれは真実じゃないかなと思いますお金がいっぱいあったらもうすでに月末の生活費の引き落としのために働くことはないそうなるとね一日10時間とか12時間拘束されていたものが人生から排除されるわけですよね仮に自分の銀行口座に5億円10億円あったらどうですかね月末の支払いのために働きますかねもしかして働くっていうのはそういった支払いのためではなくて自分の生活のランニングコストのためではなくってもっとね 意義ととかか社会的責任とかそういったお金に変えられない価値のために働くようになるんではないかなと思うんですよ。もちろん働かなくったっていうわけですよ。自分のモチベーションが一番高い時に働いて今日はやる気がねえなって時には無理やり働かずに休んでいるとかねそういうこともできると思います。さあお金で人生が変えるお金で時間が変えるこれはね実際に日々を自由に過ごしていると本当に実感するんですよ。今ゴーールデンウィーク終わりましたけども 私は吉谷さんにとってみたらゴールデンウィークだろうがゴールデンウィークじゃなかろうがクリスマスであろうがお正月だろうが全く同じ一日もう本当にね10日なんですよ同じ価値の一日なんですよ同じ価値の時間なんですよでそれを最大限に引き上げるのも自分の力そして最小化するのも自分の力全てが自分のペースで時間の価値すら決めれるってことなんですよね忙しいなって思う時ってのはセールスをいっぱいしなくちゃいけない時とか お客様対応をたくさんんする時なんですよねでも忙しいなーっていうのが他社かかからららら上司から会社から与えられるものでではないです自分で作り出した忙しさなんで十分納得感がありますそして仕事ではない瞬間もこれも忙しいです、ね、大好きな車の整備大好きな車でもうね運転していくいやー忙しいなー楽しいなー今日はねドライブ5時間もしたんで忙しかったよーみたいなねこんな忙しさですよ。あお腹空いたなーと ちょっと車止めて、その辺でコーヒーでも飲まないかなと、うん。そしたらね、今度はね、ご飯食べるの忙しいみたいな。忙しいってのは快適な忙しさに変えることができるんですよね。まあよくね、忙しいっていう漢字を一文字取って、心をなくすほど忙しくなってもしょうがないじゃないっていうふうな、まあ、そんなこともあるんですけども、没頭するという意味でね、本当に心ここにあらずみたいな感じで、喜びと楽しさで、忙しいいや、いい一日だったなーと思える日っていうのは、本当に、 貴重だと思いますそんな人生を過ごさなければもうすでに人生ではないなと思えるぐらい時間っていうのはねものすごく貴重だなと思えるわけなんですよそれは自分のためでもあるし自分の大切にしたい家族のためでもあるしもしかしたらねまだご存命の両親に生きてるうちに何かをしたいっていうそういった親孝行や恩返しの気持ちかもしれませんさあ吉田さん龍というタイトルで今回ね動画撮っていただきましたけども戻りましたねドラゴンドラゴンボール実はですね ドラゴンボールの鳥山明さん。エホバの商人さん。なんですよね。いや、これ私、本人に直接確かめたわけではないんですけども、そういった話がエホバの商人の間ではかなり有名なんですよ。鳥山明さんはずっと作品を書いてきて、ヒットを飛ばしてました。でもその原動力ってのは、実はね、悪魔に支えかれて力を与えられたらしいんですよ。だからドラゴンボールというタイトル、そして悪魔の化身である龍っていうのが、 ストーリーリの中でで出てくるんですよね絶大な力を持って出てくるわけですよある意味神様よりもシェンロンっていう悪魔の手先の方が力を持ってるのが「ドラゴンボール」って話じゃないかなと思いますそして鳥山明さん漫画家をしながらアシスタントを雇っていましたアシスタントの方がもともとはエホバの商人の熱心な信者であるいらっしゃいましてそしてその方から話を聞いてねだんだんとそのエホバの商人ってものに傾倒していったらしいんですよ そしてここからは未確認なんですけどもエ語バの商人としてバプテスマを受けて正式な会員となってその時にもうこんなねお金を稼ぐために悪魔に隠されているってようなヒット作はやめなきゃいけないってことで漫画をやめたらしいんですよ。その時期と本当に漫画をねやめた時期っていうのがピタッと一致するんで当時私もねあっ鳥山明さんそうなんだと思ったところもあるし実は「クレヨンしんちゃん」の作者の方もそうらしいんですよね。エバの商人さんで まあ、途中からね、えー、ちょっと方向性が変わっていたってことも聞きますね。えー、ということでね裏話表側話いろいろ世の中にありますけどもこの億万長者合宿のスタートってのはもともとエホバの商人っていう動画に対して私が、まあ、横からねチャチャを入れたところがスタートでしたそこからこの壮大なまさにね、えー、この動画リレー史上ない数千本から数万本に続くというねこの動画のやり取りが始まったわけなんですよ ままさにこれも神の力じゃなないいかなと思います。今回ですね「輪廻転生」ということで「転ずる」ぐる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 回ってまた元のところに戻っていくみたいなこの「転」という字をですね、えー、一文字やたじみましたこの車が同じところをぐるぐる回る様子を肝心したのがこの「転」だと思いますけども輪廻転生ねもしかしたら私たちも死んだ後っていうのは死後の世界があってまた別のものに生まれ変わるのかもしれないですよね実はこれもね、私なりにに、科学的に 理解しているところがあってというのが質量保存の法則ってあるわけですよ私の肉体がいつか死んで滅んだときってそれは炭素や窒素やなんか他の物質にね分解して変わると思うんですよつまり私の肉体っていうのは消えるんではなくて、えー、別の元素記号に戻っていくんですよねその元素記号がまた集まって何か別の石とかもしかしたら虫とか動物とか 葉っっっぱとかかそういいいいいたもももののののにににろろんんんななな分分れててくく養だろううなと思うんですよそういう意味で言うと私自身はもうミクロの世界に分解されてあっちこっちにバラバラにちりじりになっていくんだけどもでも私の意思やあ私の引き継いだ意思っていうのは過去から引き継いだ意思っていうのはどこかに残るんだろうなと思いますそれがいわゆるアカシックレコードっていうものに変わっていくのかなと思ってるんですけどもね、まあ、ですんで裏を返せば私たちの肉体ももともとは 誰かか死者のののののね遠いい昔のそううっったた物体の名残が集まり合ってでできたものなのかなと思うんですよだから世の中ってのは炭素が最も多いのかなと思うわけなんですよね。炭素ってものが形を変えて私たちの肉体になったり私たちの肉体がまた滅んでね参加、えー、してまた炭素に帰っていったりということを繰り返して地上のものがいろんな組み合わせになりながら。 また新しい命を紡いでストーリーを作っていくのかなとまさにこれが神の力ではないかなと思うわけですよね。理念転生で今日も一日スタートしていきましょう。では朝5時でございます。いってらっしゃい。